まず私の方から、役員連絡会の概要についてご説明をいたします。幹事長の発言は後ほど幹事長からお願いします。末松参議院国対委員長から、明日の予算委員会は一般質疑10時から6時であり、午前中の自民党の質疑では総理の要求はしていないとの発言がありました。次に下村選対委員長から、昨日静岡4区選候補者の深澤陽一氏に安倍総理から公認証交付を行ったとの報告がありました。次に岸田政調会長から、今朝の新型コロナ対策本部で観光、宿泊、運輸業から要望を伺った政府の第二次緊急対策に向け、今日中にも党の考えを申し入れたい、党としても第2弾、第3弾の提言を準備するとの発言がありました。次に桜田団体総局長から、党の友好団体と政策懇談会についての報告がありました。最後に小林青年局長から、18歳選挙権を意識したパンフレット国民届け第6号を作成しました。憲法改正の党の方針について分かりやすく説明をしています。15万部を今週から来週にかけて県連に発送するとの発言がありました。私からは以上であります。幹事長。ご苦労様でございます。昨日この役員会で、総理から、第2弾となる緊急対策を速やかにまとめたい、また、必要な措置は躊躇なく実施する考えになると、立法措置も早急に進めたいとの発言がありました。ご承知の通りで、国民の健康と安全を守るということは今何よりも最優先にする課題でありますが、この方針のもとに役員会のご協力をお願いしたいということを、この状況下で、昨日ご指摘の通り北朝鮮がミサイルを発射したことは、これは断じて許さないと、重要課題が存在しておりますが、私たちは総力を結集してこれらの問題に対して国民のご心配、憂慮が絶えないということでありますから、これらはその先頭に立って対応していかなきゃいけないと強く考えておりまして、私からはとりあえず以上です。ご質問をお願いします。西村武之ですと、河井案里参議院について、広島地検が秘書を参議院を巡る公正法違反容疑で取り調べて、共通捜査に出すと公職担当の報道されます。午前9時過ぎには、秘書が地検に出頭しました。幹事長、この受け止めと、説明責任についてですが、河井案里氏の説明責任についてどうお考えでしょうか。これも今ご説明にあったように、出頭されたということで、その後結果を聞くことがあります。会ですけども、はい、説明責任というのはどのように思われますか。河合案里氏、河合案里氏がお答えになることがあって、私から説明責任をどうしようこうしよう、内容が分かってないんですね。ですから内容が所持している本人がきっと本人さんには説明をするかと思います。他にありますか。はい、どうぞ。はい、エミリシムの先生どうぞ。新型コロナの対策の関係で新型インフルエンザ特措法 の改正が取り出すことになりますが、その首相が党首会談を見かけるということで、現在のこの調整状況を、いつ頃までにこの法案を成立させたいというのがあるでしょうか。
私は請願を得ればですね、野党の皆さんとも問題が問題ですから、問題といいますかテーマがテーマですから、野党ときっちり話し合いをして速やかに結論を出すんだというふうに。関連であれば、関連ですけれども、その特措法の改正については昨日もお伺いしたんですけれども、議員立法でどのようなことをやる方がいいといったでしょうか。まあ、議員立法の方が早くやることが大事だと思います。議員立法の方が早く、政府が提案してくるのか、どうぞ。はい、北海道新聞の竹中です。統合型リゾート施設 IR 事業をめぐる汚職事件で収賄罪で起訴された後に保釈された、元高橋衆議院が25日に政治資金パーティーを開く予定です。その、報道について詳しいことは聞いておりますが、先ほど新聞の見出しに出てきたので、それを見たわけです。はい、で改めて、秋元議員自身は無罪を主張しておりますけれども、幹事としての秋元議員も信じるかどうか、どのあたりですか。我々は同僚ですからね、本人がそういう主張しておる以上ですね、僕の最終判断を待つ、そして、それについて我々はその対応を進めていると思いますが、今、我々は十分なこの案件に対して内容を知識を持ち合わせてないのと判断と同じように、ですからこれについて例えば討論論評をすることは、はい、どうぞ。日本経済新聞の記事です。先日の役員会で報告されました党員数について、2019年7年ぶりの減少になったことについて、受け止めをお願いします。これは、まあ、党員というのは皆さんご承知の通り、何かのことでこの選挙があるとか党員募集しようという決意によってですね、進める、そういう時に党員が増えるわけです。日常の時には先代のごとく形で入党したいというのが静かに入ってくるわけです。今我が党の党員数が少ないと思っておりますが、党が党員数が減るような本当の状態ではありませんから、しっかり募集、その組織を通じてですね、党員募集をしっかりやってですね、党員の減少になって、まあ、ご失敗に及ばないようにしたいと思います。はい、関連性を迫りしますが、今年の党員数目標今ありますか。今党員は今減ったと言われていますが、まず元へ取り返すことができます。その後もしっかり取り組みを進行してというふうに思います。無事に目標を定めて何人集めるというと、よろしいですか。党員の募集はですね、静かな気分。はい、じゃあ最後、はい、関連で決心をかけちゃいます。党員の確保の人数を各議員、個別の議員で上位下位の
方々を発表するというお考えはおありですか。これから人まで出してこいということになってあります。はい、じゃあ以上で幹事長の会見を終わりにしたいと思います。